最後まで見てくれてありがとうございます。太めの糸を使ったことと、この丸い部分が難しく何度か作ったのですが、針を90度に入れるようにしたら仕上がりが良くなりました。普段裁縫に関する動画を配信しています。高評価、チャンネル登録してくれたらとても嬉しいです。次回動画もよろしくお願いします。